14.9%。 この数字は日本人の死因のうち心疾患が占める割合です。がんについて2番目に多い日本人の死因がこの心疾患、そしてその中で主要なものを占めるのが冠動脈疾患です。聞き覚えのない言葉かもしれませんが、狭心症や心筋梗塞といえば馴染みがあるはず。そして目まぐるしくエビデンス、科学的根拠がアップデートされているのがこの心疾患。昨日の常識は今日の非常識。今日はそんな冠動脈疾患について皆さんと学んでいきたいと思います。変わったセットなんですけど、そうですね。いや、学生の頃この上で授業を受けてたんですけども、この下がこんなことになまさかこんなことになるとはって今回のゲストは冠動脈疾患のスペシャリスト、慶応義塾大学循環器内科専任講師、高坂俊先生。循環器医としてアメリカで経験を積み、帰国後は国内で診療に従事しながら多数の臨床研究の実施や医学教育、書籍の執筆と多方面で活躍。高坂先生もアメリカでずっと臨床されていて、もうアメリカのネイティブとゴリゴリに議論しながら、まあ、最先端の医学っていうものをこう追求して、これが医学の最先端だなっていうので、まあ、非常に感動して、今日はやはり臨床のこの最先端で患者さんに向き合っている高坂先生にこの冠動脈疾患について聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然胸が苦しくなる、それは冠動脈疾患のサインかもしれない。今回は冠動脈疾患の基礎知識はもちろん、病気を引き起こす最新メカニズムや最先端の研究結果、病院の選び方に至るまで、今最も知りたい情報を正確にお届けします。で、冠動脈疾患というのは狭心症、心筋梗塞、そしてその前の段階の冠動脈に動脈硬化が起きている全ての状態を含めて冠動脈疾患というふうに捉えています。心臓に血液を送る冠動脈が動脈硬化になり、心筋への血流が阻害され、心臓に障害が起こる病気の総称。聞きなじみのある狭心症や心筋梗塞も冠動脈疾患の一種。狭心症っていうとやはり漢字からもなんか想像できる感じですよね。なんか心臓が締め付けられるような感じがすると、まあ、心筋梗塞も まさにこう苦しいみたいな感じだと思うんですけども、誰しもとは言わないですけども、なんか胸がちょっと苦しいなっていう経験はやっぱり若い世代も含めてあり得ると思うんですよね。あの、胸が苦しいってなったたった1回でもやっぱり狭心症を疑うっていうのは大事なことなんですか？今ズバリ言っていただいた胸が苦しいっていうのは一つ、あのレッドフラッグといいますか、かなり悪いサインだと思うんです、なるほど。胸が痛いだと我々むしろまあ大丈夫じゃないかなっていう捉え方をする。なるほど。苦しいっておっしゃるとこれはちょっとただごとじゃないんじゃないかっていう、まあ一つ目のフラグが立つみたいな形になります。それが一般人には違いは分かんないですね。胸が痛いと苦しいって似たような気がするんですよ、はい、でこうっていう感じがあった時に、痛いと苦しいの違いって具体的になんかどう感じればいいんですかね。それは文献等でも分かってまして、非常に興味深いことに、痛いとか、まあ、心臓でない方っていうのはこういうふうに指を刺す傾向があります、ね、はい、なるほど。で、心臓狭心症の方っていうのはこういうふうにパーとかグーとかでこうグッと押さえるような形で、重いんです、苦しいんです、何かがおかしいんですっていうふうにおっしゃる方が多いですね。なるほど。それが1回きり、それとも継続したエピソードって感じなんですか？これ両方のパターンがあると思うんですけども、1回きりの場合は、まあ、
そのままやり過ごしてしまえば大丈夫だっていうことが実は多いんですが、我々としてもこの方を返していいのか返していけないのかっていうところは非常にチャレンジな部分ですので、ただごとではない苦しさみたいなのが一回あったとすれば、まあ一度やはり病院に来ていただきたいというのが、まあ無難な選択肢ではあります。なるほど、はい。冠動脈疾患もそうですし、まあ、狭小心筋梗塞って亡くなる人も非常に多いんですよね。そうですね、はい。まあ、日本はがんが多いけれども、まあ、冠動脈は2ということなんですね。そこがですね、少し日本の統計の取り方と、うん、米国の統計の取り方が違っているところでして、日本はがん悪性新生物で、どこのがんで亡くなってもがんなんですね。で、心臓、実は冠動脈疾患以外にも心不全、まあ、不整脈、冠動脈疾患さまざまあるんですけれども、これどれでなくなっても心疾患で、こういう大きな捉え方をしてしまうとどうしてもがんが1位になる。なるほど。ただ、まあ、どこどこのがんですよ、心臓病の中では冠動脈疾患ですよっていうふうに細かく見る習慣がついている国では、まあ、厳密に見ると冠動脈疾患が1位ですねということになりますし、日本におきましても確かに悪性新生物がんが1番なんですけれども、それはがん全てを合わせたものであって、心疾患の中のこれは自分の推測が入ってるんですが、半分以上は冠動脈疾患が絡んでることは、うん、まあ、まず疫学的に見ても間違いないと思います、うん、で、その心疾患の半分が冠動脈疾患で、がんがさまざまな臓器のものがあるというふうに考えると、まあ、かなり1位に近いところにあるんじゃないかなというふうなところは予想できます、うん、冠動脈疾患はだいたい何歳ぐらいからかかり始めるんですかね。はい、それは最初におっしゃっていただいた症状が出始めるっていうところを基準にすると、うん、男性で55歳、女性で60歳。なるほど。まあ、日本だと東アジア系の人種だと少し長くなりますので、うん、それでも55から60、60から65というところではないかと思います、うん、それでも一番多いっていうだけであって、実際40代30代出る人も一定割合いるんですか。そうなんです。でここが最近の研究で分かってきたところでして、うん、その動脈硬化そのものは、うん、まあ、30代ぐらいからもう始まっている、うん、で太っている方、うん、あるいは食生活が荒れている方だと、うん、子どもの頃からもう動脈硬化が現れているので、うん、動脈硬化最も現れすぎるのは心臓の冠動脈ですので、うん、その冠動脈狭いところができ始めるのはおそらく30代ぐらいからもう始まっているだろうというふうに言われています。例えば、まあ、脂肪によって血管がこう、まあ、圧迫されている、でそれがまあリスクになっているかもしれないし、であるいは負荷のある生活っていう人も、まあ、リスクは高いっていうことですかね。はい、そこ両方が揃うと狭心症の症状が出るっていうことが分かっています、うん、つまり、コレステロールの影響で狭くなっている部分がある、うん、まあ、かなり狭くなったとしても、うん、こういうふうに座っている状態であればほとんど症状は感じないんですね。血液は十分に行き渡るんです、うん、なるほど。ところがその狭心症がある方、冠動脈疾患がある方というのは、寒い時、負荷がかかった時、例えば寒い中地下鉄の階段を上がっていくとか、うん、雪国で雪かきをする、うん、あるいは寒い中犬に引っ張られて散歩する、なるほど、そういったシナリオがその胸が苦しくなるっていう時の典型的 な、 なるほど、シナリオです。寒さも一つそうだし、犬に引っ張られて、まあ、自分の限界をこう図らずも超えてしまうと、まあ、やっぱりあれはまあちょっと走ってて周りに合わせて無理しちゃうとか、そうですね、そういう時にちょっと心臓の限界を超えて、それがまあ血管圧迫してこう一気に病気になってしまう可能性があるってこと、はい、非常に興味深いのが、狭くなっている部分っていうのは、うん、もう限界まで血管が広がってるんですね、うん、なるほど。狭い部分を広げよう広げようとして、なるほど。で厳密にはだからその狭い部分っていうところがさらに狭くなるのではなくて、うん、他の健康な部分っていうのが負荷がかかると、今までこう広げに広げてギリギリまで血液を通していたのに、他の部分がこう負荷がかかって、足とか手とかあるいは心臓の他の部分に血液が行くようになってしまうと、その部分に相対的に行く血液が少なくなってしまって苦しくなる。なるほど、はい、通常健康な血管は弾力性があり、収縮と拡張を繰り返すことで
スムーズに血液を循環させる。しかし加齢や高血圧などの要因で動脈硬化が進むと、血管が弾力性を失い伸縮しなくなるので、スムーズな血流が阻害される。すると血中の LDL コレステロールが血管壁に取り込まれ蓄積していき、血管が狭窄する。この現象が冠動脈に起こるのが狭心症である。さらに狭窄した血管が何らかの理由で破裂すると、それを塞ぐために血栓が作られる。血栓が大きくなると冠動脈が詰まり、心臓に血流がいかなくなるため心筋が壊死する。これが心筋梗塞である。で、年齢プラス血圧、うん、プラスコレステロール、プラス喫煙、うん、このあたりまで、はっきりとした危険因子だということが、うん、もう1960年代70年代の研究で分かっていますので、うん、そういった因子がある方はその因子をなるべく取り去ってくださいということを申し上げることができます、うん、タバコを吸ってたらやめてください。血圧がいつやめても遅くないんですよね。それはいつやめても遅くないです。そこはがんと違いますので、うんうん、何歳であってももうやめてくださいタバコはやめた方がいい。ちなみに喫煙者ですと、うん、循環器内科の専門医の集団である循環器内科学会に加盟できない。お、はい、すごいですね。なるほど、やはりそれぐらい大事なリスクだし、 そうですね、そのリスクに対する認識と行動が一致してないっていうのは臨床に至る資格がないって、そういう判断をしたってことなんですね。まあ、それを一番分かってるのが循環器内科のはずですよねっていう確認ですね。いわゆるタバコを吸うっていうことは心臓にかなりのリスクをかけるし、そうですね、それをまあやめるのはいつだって遅くないってことですね。そうですね、はい、なるほど。で、最後に残された砦が、運動をどう処方するか、全く動かないに近い人たちと、少しでも動く人っていうのはもう段違い。コレステロールってなんか下げすぎるなっていう意見もあったりしますよね。コレステロールってこう一冬越すためだけのものなので、70まで本当に下げなきゃいけないかっていうところが、欧米のガイドラインでは結構ホットトピックになってます。